まず1年間を振り返った感想からお願いいたします。そうですね、まあ、怪我で結構入所当初から苦しんでたのでなかなかうまく練習ができなかったんですけど、夏季制で一旦帰って調整してからしっかり練習しながら、まあ、早期卒業という目標も近くにあったのでそれで集中して、まあ、練習できる日が多かったなっていう1年です。1年は長かった、近かった、なんかあっという間ではあったんですけど、うん、やっぱ毎1週間ごとにこう区切ってると、うん、毎週1週間がやっぱり仕事してる時と一緒でちょっとやっと中日の水曜日だみたいのは変わらなかったです。どうですか、卒業してまずしたいことって。まずしたいこと、美容院に行きたい。すいません、いやとりあえず外出がやっぱ2ヶ月ぐらい、まあ、できてなかったので、うん、あのリフレッシュがそれで結構できてたみたいでそれに気づかされました。まずは身なしなみを整えたいです。卒業デビューしたらどんな選手になりたいですか。まずもっと脚力をしっかりつけて、まあ、自在っていう言葉が使える選手に憧れます。今の先輩選手でいうとどういうタイプですか。まあちょっと先輩選手だとこの方がこうっていうのがなかなか思いつかないんですけど、まあ、佐藤美奈さんが一番近くだと前であのうまくペース作ってるので、うん、そこの部分と、まあ、児玉さんのようなやっぱりキレのある祭りも憧れるので、まあ、欲張りなんですけどどちらも欲しいです。では最後に前のメッセージをカメラに向かって、少し昨年より早く5月からデビューさせていただきます。全力で新人らしいレースをしっかりしていきたいと思うので応援よろしくお願いします。はい、では学校生活1年間振り返られていかがだったでしょうか。はい、自分はその学校入って最初の方から HPD に入れさせてもらってとても貴重な体験ができたし、そのトップスピードを鍛えることができたので良かったと思います。どうでしょう、こう楽しかったこととちょっと苦しかったことを挙げるとしたら。楽しかったことは、みんな、21人、女子21人で一緒に生活することでそのお互いを高め合えたし、またその同期で仲良くできたところが楽しかったと思うところで、大変だったなっていうのはありますか。大変だったのはやっぱり競争が初めてだったんで、最初の方はとてもなんか勝つことができなくて、そのどこでどうやったらいいのかとかいうのが分かんなかったので、そこはちょっときつかったです。長い1年間終わってこう卒業したい、まずしたいことって何かありますか。やっぱり美味しいものを食べたいなと思います。好みのご飯食べたものね。まずなんか食べたいなっていうのってなんかあります。焼肉とかです。はい、デビュー後はどんな選手になりたいですか。デビュー後は姉弟子とかが強いんでそれに負けないような走りができるように頑張っていきたいと思っています。ファンにメッセージをカメラの方を見てお願いいたします。あと少しでデビューするのでデビューまでにもっと脚力を鍛えて、デビューしてからそのお客さんやファンの方に迫力のある走りを見せたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、では、競輪学校生活1年間を振り返られて、はい、いかがだったでしょうか。そうですね、早かったですね。なんか、まあ、一日一日がすごいあっという間に過ぎていって、あ、もう夏季制なんだ、もう冬季制なんだって思ううちに、なんかもう卒業かって感じです。
どうでしょう、楽しかったこととちょっと苦しかったなと思うことみたいな。楽しかったことはなんか思ってたよりもその一日一日の訓練が達成感がすごくて、もう毎日がなんか楽しいっていうか、なんかこう精一杯やれて達成感があって、苦しかったのはやっぱ落車があって、夏期生直前だったので、夏期生でなんか先生たちもすごいどれだけ成長するかが夏期生が鍵だぞっていう中で、一日も自転車に乗ることができなかったので、まあその落車した後はすごいしんどかったですけど、でもなんかそのリハビリのメニューとかも先生が組んでくださって、そういうのもあってこその今だなって思います。どうですか、こう競争を見ているとなんかこう生き生きしてるような感じが。そうですね、なんか大学時代は競輪をあんまりそんな走ってなくて、でも競輪を国体とかで走ると楽しくて、まあ毎日その競輪を走れることが楽しくて、まあダメでも明日はまた明日走れるって思うのが多分ここでのいいところだと思うので、次の日にどう生かすかっていうのを考えながらできることが楽しかったです。じゃあこう競争を着実にこう昨日の反省を生かしてまた今日はっていうレースを、ね、はい。ちょっと得意な先行っていうのは、先行とかまくりとか自力で動く方が自分は得意です。ではこう今卒業してまずしたいことってあんまり外出できてないので、まあ外のなんかとりあえず外に出たいのがあります。でもなんか帰ったらいろんな、野球が好きなんで、自分見るのが好きなんで、プロ野球を、はい、プロ野球を見たり、うん、まあ、あとは練習をします。カメラに向けて、はい、お願いいたします。デビュー後ですか。デビュー後に、はい、デビュー後は自力を使って勝てる迫力のあるレースをする選手になりますので、応援よろしくお願いします。では1年間振り返られて、はい、学校生活はいかがだったでしょうか。学校、そうですね、まあ1年間か10ヶ月ぐらいですけど、まあ、長くて早かったっていう印象です。特にこう楽しかったところと、逆にこうちょっと辛かったなってところってどういうところでした。楽しかったところは、うん、なんだ、楽しかったところ、楽しかったところなんだろうな。辛かったことは、うん、まあ、やっぱりそうです、記録会とかトーナメントとか、うん、まあ最高2位なんで、今のところやっぱシルバーコレクターなところもあったし、そもそもそれ以前の成績の部分も多かったので、その点はやっぱり悔しい思いが多かったかなっていうふうに思ってます。楽しかったところは、まあ仲間っていうか21人いますし、仲のいい友達もできて、そういうところが楽しかったかなって思います。卒業したらまずしたいことは、卒業したらまずはそうですね、親と外出もあんまりできてなかったん で親も外出の時に来てくれる予定だったので、その予定もなくなっちゃったので、親とまあ美味しいもの食べたりとか、家族と過ごすのが楽しみです。卒業したらデビューしたらどんな選手になりたいですか。そうですね、やっぱり自転車競技が競技歴もあったっていうのが自分にとって強みでもあると思うので、その自分の巧みさっていうか、うん、うまさっていうのを生かした走りができるようなできるようになりたいです。それはじゃあ結構ショーのひろこさんに似てる感じ。そうですね、似てる、近いところがあると思います。そうですね、応援してくださる皆様にの期待に応えられるような走りをしたいと思います。応援よろしくお願いします。この1年間は
T 競場に入ったり HPD 競場に入ったり結構自分にとっていろんな変化のある1年だったのですごい毎日が充実していたと思います。楽しかったことちょっと苦しかったことはありますか？楽しかったこと楽しかったことはファントーナメントで2位になったことと第2回トーナメントで2位になったことです。で悔しかったことはどっちも1番取れなかったし記録会でも1番時計は1つも出せなかったのでそこが悔しかったとこです。卒業してまずしたいことって何かあります？卒業してしたいこと、うん、あの、ケリー以外で卒業してしたいことは学校でできなかったことは何か卒業してしたいことは、うん、でもなんかそんなになくてとりあえず地元に戻ってお寿司食べたり地元の、で今旬がホタルイカが多分旬なんでホタルイカとかいろいろ美味しいものを食べたいです。どうでしょう、デビューしたらどんな選手になりたいですか？デビューしたら身長が高くて体格も人より恵まれてる部分が多いのでその体格を生かして迫力のあるレースができるような選手になりたいです。得意な戦法は？得意な戦法はまくりと追い込みでもっと先行もできるような選手にこれからなっていきたいです。わかりました。では、はい、ファンにメッセージの方お願いいたします。5月のルーキーシリーズからお客様の前で走るんですがもっと自分をアピールできるようにして7月の本格的なデビュー戦ではしっかり確定馬に乗れる選手になろうと思っているので応援よろしくお願いします。1年間振り返られていかがだったでしょうか？最初はちょっと練習とかもきつそうだし人間関係とかもあると思うんでちょっと不安だったんですけど1年間すごい楽しく充実して過ごせたと思います。特にこう一番楽しかったところと、はい、ちょっと苦しかったなってところってどんなところでした？そうですね、一番楽しかったことは、こんなにたくさん競輪競争をする機会が今までなかったんで定期的に週に何回かその訓練の中でレースができるっていうのがなんかすごいいろんなことを試せたりとかもするし学ぶこともできるんでそういうとこが楽しくて苦しかったなっていうのはやっぱり落車した後のリハビリしかできない間っていうのはちょっと精神的にもきつかったかなって思う。結構大きい怪我でしたけどリハビリどのくらいかかったんでした？競争訓練に復帰する前までは2ヶ月ぐらいで自転車に乗り始めたのは1ヶ月ちょっとでした。そこまで乗り越えてきたのは大きかったですね。はい。デビューしたらどんな選手になりたいですか？デビューしたら自力で前々で戦える選手になりたいと思います。得意は？得意な戦法は？得意な戦法は前で先行することがやっぱり自分には一番合ってると思うんで今は先行するだけになってるところを先行して着位に残れる脚力をつけてデビューしたいなと思っています。デビューしたら、地元開催でまずは完全優勝することを目標に、地道に努力していきたいと思います。よろしくお願いします。では学校生活1年間を振り返っていかがだったでしょうか？はい、学校生活初めは練習でも辛いことがあったり練習にもなかなかついていけなかった ところもあったんですけどこの1年頑張ってみて練習でもタイムが出るようになったり競争でもいい順位が取れるようになったり自転車の面ではすごい成長できました。例えばその楽しかったこととちょっと苦しかったなっていうことを挙げるとあります？自分長距離が苦手で
ウォーミングアップの周回練習とかでよく離れてしまうことがあったんで、自分の中でも結構そこは結構苦しかったんで、で後期は T 競場に入って長距離の練習が多くなって、今では周回練習についていけるようになったんで、そこは嬉しいです。苦しいっていう気持ちの面もこう鍛えられたみたいな、はい、練習で最後まで粘れるようになりました。それは苦しかったことと楽しかったことが結構両方とも被ってる感じ、はい、そうですでもこう卒業したらまずしたいことって何かありますか？卒業したら目標ですか？うん、目標じゃなくて練習とか、うん、練習とか、あとはこう趣味とか、そうそう、食べたいとか、お昼寝とかでもいいよ。したいことは、好きなアーティストがいるので、好きなアーティストライブに行きたいです。それは1年間我慢した感じですね、はい、でも延期になってしまって行けると、はい。ではデビューしたらどんな選手になりたいですか？デビューしたら車検に貢献できるように日々頑張って、お客様に応援していただけるような選手になりたいです。得意な戦法は？得意な戦法は追い込みです。じゃあこうレースをこう見極めながら走るのは、はい。ではカメラを見て、カメラに向けてファンの皆さんにメッセージの方をお願いいたします。はい、全力で粘り強い力のある走りができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。